受験生の皆さん、こんにちは。情報通信学部の福原です。皆さんの身の回りにはどのような情報通信機器がありますか？これはその情報通信機器の代表格コンピューターですが、その中身を見たことはありますか？コンピューターの中には集積回路と呼ばれる電子部品が組み込まれています。私たちの研究室ではその集積回路を設計する研究に取り組んでいます。これがその集積回路のサンプルです。この黒いパッケージの中にはわずか 2.5 ミリ角のシリコンチップが入っています。そしてこのシリコンチップの表面に様々な回路情報が書き込まれているわけです。この回路情報を設計するための重要なデータを扱ったり、実機による測定を行うためには対面形式で研究室で研究を行いますが、個人で行えるような作業は遠隔で取り組むこともできます。このバーチャル研究室を使えば対面の学生も遠隔の学生も同時に活発に議論をすることができます。ご覧ください。この画面がバーチャル研究室です。その中に福原のアバターが存在しています。そして何人かの学生たちがつながっています。彼らは皆遠隔で参加しています。一方で研究室の中に対面でいる学生もこの中にいます。対面学生と遠隔学生がコミュニケーションを取っている様子も見えます。大学院生にどのような研究をしているのか聞いてみたいと思います。もしもし、八木くん、こんにちは。こんにちは。八木くんは今どこにいてどんな研究を行っていますか？はい、今は神奈川県内の自宅でフリーの電子回路シミュレーターを使って可変論理回路のシミュレーションを行っています。通常の回路は一つにつき一つの機能を持っていますが、私たちは回路が固定でありながら機能を変更できる可変論理回路の研究を行っています。将来はこの可変論理回路を使って AI に必要な膨大な計算を低消費電力でこなす、これまでにない組み込みチップの開発を目標としています。八木くん、どうもありがとうございます。このように情報通信技術を使ったり作ったり、情報通信学部で新しいことに挑戦してみませんか？